あれ奈良さんもこの田んぼをやられてるんですよね、はい、一緒に、はい、まさにこのスペースを借りて、はい、丸井先生とかと一緒に、はい、バンドをやってるんですけど、はい、そのバンドでこの百姓ジャンベ隊の、あと、ね、百姓ジャンベの、はい、田んぼ自体はあの有君が借りてくれたんですけど、はい、この区画を、はい、このバンドで借りてます。あ、その百姓ジャンベ隊とはまた別のバンド、ま、あ、そうなんですね、はい、この区画を、はい、おー、そうなんですか、観音バンドっていうの、観音バンド、はい、それも一応朝のことをテーマにした歌を、はい、全部、はい、CD 一枚作って、はい、それでそれのバンドで例えばライブと手貯めたお金を、はい、こういうの借りたりとか、はい、道具を買ったりとか、はい、はい、そういう風にしてるバンドがあって、あ、そうなんですね、はい、そこで借りてるんです。あ、そうですね、はい、じゃあ自然農の田植えっていうのは初めてなんですか。初めてです。あ、初めてですか、はい、どうです、やってみて。なんか正直水の田んぼで水の、はい、中に入るのも好きなんですけど、はいはいはい、これはこれで面白い。なるほどね、はい、はい、さっき の、 あの玉ねぎとじゃがいものねスープが煮えてきてますね。こんにちは、どうも、奈良さんと、はい、あとアリさん、はい、あの名前アリサダです。あ、アリサダさん、はい、名前はアリサダって言ってみんなからはアリ、アリくんっていうふうに呼ばれてるんですね。はい、どうもこんにちは。アリンコ、はい、はい、ここでその百姓ジャンベ隊っていうものを始められたっていうふうに聞いたんですけども、それはどういうものなんですか。太鼓好きな人が集まってみんなお百姓さんで大体ね、うん、もともと奈良さんがこっちに畑こうやりに来ていて、そう、来てて、でそれを知って奈良さん来てるのに
ジャンベを叩かないのはもったいないって言ってでじゃ あのワークショップやってもらおうって言って始まったのがきっかけで、で仲間にあの百姓というか 農業に携わっている人が多かったり、多かったりとか、奈良さんがやっぱりあの畑がすごい好きで、だんだんこういう田舎暮らしみたいな生活にシフトしてきているというところから、まあ、そういう名前が、まあ、正式には、時川百姓ジャンベ広場っていう、時川百姓ジャンベ広場、はい、あーそうなんですね、はいはい、で長いよねで奈良さんはあのもうずっと長年ジャンベを演奏されてきて、はい、左翼音ならとかも参加されてるんですよね、はいはいはい、でジャンベはもともとどうしてジャンベをやろうと思われたんですか。ジャンベは太鼓が好きになっちゃって、あのなんていうんですか、あのレゲエが僕すごい好きで、はい、それでレゲエのもうちょっとルーツのレゲエと太鼓だけでチャンティングっていうかお祈りをするやつがあるんですけども、ナイアビンギっていう、はい、そのあのラスタの人たちがそれを太鼓叩いて、あのハートビートずっとどん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 ってやるんですよ、はい、それをやりながらいろいろ話をして、あのいろいろこうなんかお互いを高め合うっていうか、そういうお祈りするのがあって、それですごい惹かれて、で太鼓にすごい興味が出てきて、はい、というのがきっかけです。あ、そうなんですね、はい、で、あのジャンベ以外にもギターとかも演奏されるんですよね、はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあ今両方ジャンベとギターと歌と三味線もやります、はい、あ、三味線もやるんですか、はい、わあ、それは面白いですね、はいはい、で、農業は前々から興味があったんですか。そうですね、なんか前あの千葉に田んぼワークショップに海外行かせてもらったりとか、はい、あとその丸井線、あのここの時川のにお住まいの人の、あの空き地っていうか空いた土地を借りて畑を自分たちで、まあ、あの分からないなりに始めてみたりとか、はいはい、そういう感じでなんとなく興味が、植物いいな。あ、そうなんですね、はい、いやでもね、この時川町のその百姓ジャンペ隊ってすごい面白い試みというかね、あの百姓レボリューションという小説を書いたものですので、でやっぱり百姓っていうね響きと、あとこのジャンベっていうのでついなんかこう引っかかってしまって、あ、ぜひこれをちょっと取材してみたいなって思ったんですけど、そうそうそう、みんな百姓さんなんだよ、みんなね、はい、お百姓さんなんですね、わーすごいですよね。そう、山崎さんも百姓ジャンベ隊の一員って僕知らなかったんです、うん、知らなかったっていうか山崎さんからこの話聞いたんですけど聞いたんですけど、なんか自分もメンバーだとは言ってなかったような気がした。でもいいですね。いや今日なんかね、さっきその田植えの周りでねこう演奏してて、ああいうの本当に小説の中であの書いたんですよ。だからまさにね、その世界が現実にね起きてるなってことで、わあこれは面白いなっていう、はい、じゃあジャンベっていうのはどのぐらいの頻度で今そのみんなで練習とかそういうのやってるんですか。今、ね、前はあの奈良さんが、まあ、月に1回ぐらい来てくれてて、はい、それでやってたんだけど、最近すごく奈良さんもよくあのこの界隈でよく見かけるようになった。すれ違ってる。で、あの奈良さんが来ない時も、まあ、メンバーもすごく増えたりして、今週1でやってます。で、奈良さんが来る時は奈良さんのワークショップって感じでやってます。あ、そうなんですね、はい、週1でジャンベの練習をして、うん、やってますよ、ね、で、その田んこの田んぼもそのメンバーで一緒にやってるんですか。この田んぼは、まあ、あのそのメンバーというか、そのメンバーのうちの何人かが中心となってやっているっていう、うん、あ、そうなんですね、うん、で、それは共同というよりはそれぞれが自分の田んぼを持ってそこで各自管理していくみたいな。そう、その形もちょっと模索中なんですけど、とりあえずみんなであのやろうかっていう感じ で、はい、でどういうふうに、本当はみんな全部一緒でもよかったんだけど、まあ、あの
僕も普段百姓やったりするって忙しいので、まあ、それぞれで責任持ってやってもらおうっていうことで、一応こう誰の田んぼ誰の田んぼって分けているんですよね。自然農っていうのはなんかもともと自然農に興味があったんですか？まあ僕もあったんですけど、和穂くんが、はい、和穂くんがってこともないけど、和穂くんはもともと畑はそういう感じでやってたんですけど、畑は自然農で、はい、なんですけど田んぼは全くやったことなくて初めて1年目ですね。あ、そうなんですね、はい、はい、で、まあ、有くんの方がそれこそあちこちで田んぼを勉強してきたりして、で、まあ、一緒に、まあ、教えてっていう感じで言ったら、この田んぼを自然のでやるからっていう話が先にあって、はい、それが先か。で、あ、じゃあ一緒にやろうよって。あ、そうなんですね。そうだったよね、先にこっちの話があったもんね。そうだね、うん、やるからやるからみたいな感じ、うん、何にもできてなくて、やっぱこの溝掘ったりとか、やっぱ最初の田んぼ作りっていうのがすごい、やっぱ、はい、俺ほんと一人でやるとしたらもう1年じゃ多分ここまでできない。もう何枚かで多分終わってます。それをだからみんなでほんと最初の何ヶ月とかはもうみんなひたすら溝掘ってたりとか、はい、そういうのでやってで、さっき奈良さん、観音バンドって言ってますけど、はい、観音バンドっていうのは百姓ジャンベ隊とは別にあって、観音バンドのメンバーの、はいはい、その時代に住んでる丸井先生っていう丸井弁護士、はい、丸井弁護士、はい、と、もう メンバーです、はい、だから重なってる、うん、百姓ジャンベ隊と観音バンドも両方この田んぼにはこう関わってるみたいな感じですね。そうですね。観音バンドっていうのは主に朝、いわゆる、ね、はい、タイマーですよね、はい、それの歌を歌ったりとかしているんですか？へえ、なんかそのタイマーすごい有用な植物だって聞いて、それでやっぱりその今までこの規制されてる経緯とかも丸井先生やっぱりそれの専門の人なんで、はい、それを聞いたので、はい、やっぱりそれはちょっとなんか自分ではちょっとあんまり納得がいかないので、はい、自分は音楽やってるもんで、はい、それでなんか表現できたらいいなと思って、はい、それでやっぱ朝とても悪いもんだとは思えないので、話を聞いてたり自分でそのいろいろ使ってみたりとかして、はい、やっぱ悪いものだと絶対に思えないので、はい、むしろ人に勧めたいぐらいな感じなので、はい、だからそれをこう歌にしてきたらいいなと思って、それをテーマに、はいはい、やってます。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、で、あと一応これ百姓レボリューション震災後の社会を創造するという、まあ、企画なんですけども、この震災後、まあ、3.11 以降ね、社会大きく変わったと思うんですけど、それに向けてなんかメッセージっていうか、なんかこう言いたいこととかってありますか？ありますか？だじゃあ、はい、じゃあ、はい何さんでした？ドンです。ドンさん？ドンちゃん。ドンちゃんですね。ドンちゃん。はい。じゃあ何かメッセージお願いします。メッセージ。なんだろうな。まあ、お百姓、僕はちょっと野菜とかをまだ作ってなくて、最近自給分は作らなきゃと思ってやり始めたんですけど、まあ、基本的には野菜、食べ物をね、自給していけば、まあ、ある程度困らないかなっていうのもあるんですけど、今回みたいに地震があって、そこに原発っていうものがあると、まあ、いくら自給してても有機だ無農薬だでやってても全部ぶち壊されてしまうっていう状況にちょっと悲しくなりました、はい、なのでまあ今の生活水準を保ちながら電力をね、節約しようと思うから、多分原発、ね、廃止に反対する人もいるんだと思うんだけど、なんかもうこういう生活を僕も始めてまだ間もないですけど、始め出したらそんな冬ね、寒かったら巻き終わって暖を取るとか、なんかその放射能の危険性を考えればそれぐらいの手間ね、死ぬよりマシかなっていう気がして、まあもう今放射能ね、どんどん広がってきちゃってどうなるかわかんないですけど、とりあえず今できることを
は、まあ、原発廃止の方向に向かえればいいなと思って、まあ、自給できるものエネルギーも自給していければなと、はい、原発に頼らなくても済むようなライフスタイルを今、ね、あのされようとしているということですね、だから、まあ、大きな、ね、もちろん病院とか会社とか電気がたくさん必要とかあると思いますけど、個人レベルでできる人はね、小さくでもいいから一人一人でやっていけば、ちょっとずつでも広がっていけば少しはなんか変わるのかなっていう気がします。はい、はい、ありがとうございます。はい、誰か他に何か言いたいことある人いますか？あ、はい、山崎さん、まあ、311の、まあ、災害っていうのも一つのきっかけだったと思うんですけど、まあ、その前ぐらいからここの小川とかこの時は結構急激に人が今来るようになってる感じがします。で、土をじりたいとかやっぱり自然に触れたいとかっていう人が増えてるのはすごく自然な反応じゃないかなと思って、で僕らもやっぱり田舎にいて、で土をじったり森入ったりいろんなこうなんていうのかな、こうみんなと触れ合ってこう自然の中で触れ合ってるとすごい元気なんですよね。でそれってきっと人の力もあるし自然の力もあるし、だから、みんなこれからもね、都会の人なかなか土いじるとかっていうのもね、簡単じゃないとこもあるかもしれませんけど、ぜひこっち来てもらって遊んで、で潤ってもらって元気になって帰ってもらえるようなね、そういうこと、あの力が自然にはあると思うので、その日本の人たちがこれからますますね、あのそういう自然とたくさん触れ合ってもらえれば、日本全体が底上げされて元気になっていくような一つの要素なんじゃないかなと思うので、ぜひ遊びに来てください、はい、一緒に土いじれればね、嬉しいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。僕も一言言いたいです。あ、はい、じゃあ言っています。お金は食べられないので、はい、お金は最終的にお金が残ってもお金は食べられないので、お金はもうなんかいいんじゃないかな。お金の社会はね、もうなんか面倒くさいし、計算とかも。だから、なんか自分たちでね、交換できるものを交換したりとか、あとやっぱ楽しいことやるっていう基本、その放射能とかいろいろ心配なこともいっぱいありますけど、楽しいことやって免疫力を高めるっていうのが一番多分いいんじゃないかと。思うので、お百姓さんとか太鼓とか楽しいので、楽しいことしかしないと、心に決めましたので、同じく、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。